1分間ごきげんよう世界大会、1人目の挑戦者は前回大会優勝、クリスマスが終わったことをまだ知らない男、ニキビの数は大会に参加するまでもなく世界一、ポルノハブ代表取締役、その名もジェームズ・ニコラス・タカーキー。オニマックス、ゲットセット、ゴー！ごきげんよう、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 ごきげんこの大会はあくまでもご機嫌よう1分間で何回言えるのか、そういった競技になってますが、彼の魅力はまたそこに技を入れてくるところですよね。ここでご機嫌フェニックスからのアンダーフォーティー。いやこっからですよ。いや今ゲンヤと言ってしまいましたね。はい、今のはもちろん減点対象ですね。そろそろ来るんじゃないですか。ラスト決めるか。テクノブレイキングスター。ここで終了しました。そして早速結果が出ました。ジェームズ・ニコラス・タカアキさんがご機嫌ようを言った回数は117回です。見事最下位おめでとうございます。